先輩、何か用ですか？え、まあ普通です。でもどうして急に？もしかして心配してくれてます？それならありがとうございます。全然元気です。はい、そうします。面倒見がいいんですね、先輩は。わざわざすみません。心配かけないように頑張ります。それじゃあ、おやすみなさい。そういえば晩ご飯まだだったんだ。食べなきゃな。あの、先輩、お腹空いてませんか？いらっしゃい。空いてる席どうぞ。いないな。あ、いえ、なんでも。急にラーメンが食べたいなんて言ってすみません。一緒に来てほしかったんです。一人で外食するの気が引けるんで。僕みたいな小学生が一人だとジロジロ見られたりするから。ご注文は？はいよ、特製二丁。それがおすすめみたいですね。ありがとうございます。ちょっと前、寮の人がここへ寄ってるのを見かけたんです。真田さんとか、新しく入った新垣さんとか。先輩も一緒に来たりするんですか？どんな話します？あ、急に変なこと聞いてすみません。この先戦うのに皆さんのこともっと知った方がいいと思って。でもよかった、先輩とはちゃんと話してみたかったんです。寮の人たちみんなすごいですけど、先輩は特別ですよね。びっくりしました、ペルソナをいくつも使えるなんて。えい、お待ち。ペルソナは普通一人一つで変わったりしないって久月さんやみつるさんに聞いたんです。やっぱり時見た。あれは、あ、いえ、ごめんなさい。食べましょうか。はあ、スープ全部飲んじゃったからお腹いっぱい。不死鳥戦隊フェザーマン R スワローの憂鬱、この冬特番として放送決定。え、わあ、スワロー主人公の番外編か。ちゃんと録画しなきゃ。大ニュースですよね。スワローは目立たないんだけど、ホークより強いって説もあるし。あ、で、友達から聞きました。クラスで流行ってるみたいです、そういうのは。話を合わせるために仕方なくチェックしてて。それより、こうして味わって食べたの久しぶりです。相手が先輩だったおかげかな。先輩はなんだか話しやすいし、ラーメンも美味しかったし。今度また。やっぱり何でもないです。遅くなっちゃうから出ましょうか。美味しかった。こんなもん美味しいわけない。美味しいと思っちゃいけないんだ。お、わらだ。お前も今帰り？俺も飯食って帰るとこでさ。ああ、同じクラスの天田くん。こんばんは、天田です。そうだ、来月のサッカー大会、やっぱ天田も出てくれよ。みんなお前のこと待ってるぜ。放課後一緒に練習とか。僕はいいよ、来月は出られるかわからないし。お前いなきゃ勝てないんだって。天田が一番前じゃん。ダメよ、無理に誘っちゃ困ってるじゃない。天田くんはいろいろ大変なんだからね。いえ、そんな。ごめんなさい、失礼するわね。天田くんたちも早くお家に帰ってね。うち、ほら行くわよ、家でおばあちゃん待ってるんだから。だって天田いない。ごめんなさい、お待たせして。
そうじゃないんですけど、2学期も始まったし、夜はタルタロスだし忙しいでしょ。これからいろいろあるだろうから約束はしないことにしたんです。それより遅くまで付き合わせてすみません。戻りましょうか、寮に。掃除してたら物を倒したりしちゃって、ここ意外と響くみたいですね。気をつけます。おやすみなさい。あの先輩、話があるんです。中に入ってもらえますか？散らかっててすみません。すぐ終わりますから。実はお願いがあって。僕ハムスターを飼ってるんです。母さんと住んでた頃に飼い始めて、それからずっと一緒でここに連れてきました。もしこの先僕がここに戻れなかったりしたら、こいつは一人ぼっちになっちゃう。だからその時は先輩がこいつの面倒を見てもらえませんか？もちろん皆さんがいるし、僕だって簡単にやられたりしません。それでもわからないじゃないですか。母さんの時もそうだった。急にだったから。だからお願いします。俺だって少しは用意できます。お小遣い全部と、お年玉の残り、ここの漫画とか何でも全部あげるから。はい、それで構いません。よかったな、お前。その時はちゃんと言うこと聞くんだぞ。先輩が褒めてくれたぞ、ハンバーグ。ハンバーグっていうのはこいつの名前で。一番はオムライスなんだけど、ハンバーグはその次くらいかな。こいつが家に来た日の晩ご飯がハンバーグだったから。それで。とにかくありがとうございます。これで少し安心しました。時間もあんまりなくなってきたから。お騒がせしてすみませんでした。皆さんに謝っておいてください。もう遅いからそろそろ休みますね。あの、聞いていいですか？寮の人たちみんな優しいです。気軽に声かけてくれて、なんていうか普通に接してくれる。心配してくれる大人はたくさんいました。でもここの人たちは少し違う気がして。先輩も今日また来てくれましたよね。どうしてですか？どうしてそんなに僕に構うの？そっか、先輩のご両親。ごめんなさい、僕余計なことを。変なこと聞いちゃいましたね。気にしないでください。でももっと早く聞けばよかった。お世話になった分ちゃんと恩返しできるかわからないですけど、精一杯やりますから。それじゃあおやすみなさい。先輩、来てくれて嬉しかった。ありがとう。ごめんなさい。よろしくお願いします。
先輩。ありがとうございます。でさ、バラしてどっか。ここの奥にあるケセラセラっていうバーまで行きたいんです。実はミツルさんに贈り物をしようと思ってて、あげたいものがそのバーで買えるかもって話を聞いたんですけど。ねえ、あれ何？知らねえ。なんでガキ？やっぱり危ないかな。でも夜しかやってないって言うし。はい。もう少し先かな。ちびっこがうろついてるとか、この辺りも平和ねってね。早く帰ってねんねしなよ、ボクちゃん。ママがお家で待ってるよ。いいんです先輩、全然平気です。先輩に迷惑かけられないし。お店ここですね。ここの店主の人、味にこだわりがあって普通じゃ手に入らない食材も仕入れてるって。紅茶を使ったカクテルを作るのにすごく貴重な茶葉を使ったり。風花さんにパソコン借りたりして情報を集めたんです。みつるさん詳しそうだから変なものはあげられないと思って。お店の人、開けてくれるといいけど。見た目は怖そうな人でしたけど、ちゃんと売ってくれましたね。でもよかった。これでみつるさんに渡せます。あんなことがあってみつるさん大変だと思います。大事な人がいなくなった家って、ただ悲しいだけの場所に思えて。だからせめて寮にいるときは穏やかに過ごしてほしいんです。みつるさんのことだからきっと大丈夫だと思うけど、美味しいお茶でも飲みながらゆっくり考えてくれたらいいですよね。それって僕がですか？僕はただ自分がどうだったかって考えただけで。それじゃあまり遅くならないうちに帰りましょうか。何でも。先輩、今日はありがとうございました。それといろいろご心配かけてすみませんでした。新垣さんのことがあった後はちゃんと話せてなかったから。新垣さんに言われたことの意味ずっと考えてます。自分のために生きるってどうすればいいんだろう。わからないなりにいろいろやってみました。少し前の僕ができなかったこと、考えられなかったこと、普通に学校の友達と遊んだり漫画読んだりテレビ見たり。寮の皆さんにも自分から声かけてみたりしてます。みつるさんには勉強を教わったし、じゅんぺいさんをゲームでやっつけました。ゆかりさんたちとお菓子を食べたり、大義さんとハンバーグに餌あげたり。そういう何気ないことって楽しいんですね。今のところ分かったのはそれだけなんですけど。もちろんです。またラーメン連れて行ってください。あれすごく美味しかったから。寮の人たちと話してるとよく先輩の話が出るんです。みんな先輩のこと話すときはなんだか嬉しそうなんですよね。辛い戦いが続いても僕らが頑張っていられるのは、こ
ここへ帰ってくれば。先輩がいるからなのかも。きっとそうです。戦う時のリーダーってだけじゃなくて、いつもみんなを見守ってくれてる感じがするっていうか、僕も先輩みたいになりたいです。だからこれからも先輩のそばでいろいろ勉強させてください。ごめんなさい、長々と。夜はもう空気が冷たいですね。帰りましょうか、僕らの家に。ありがとうございます。すみません、わざわざ来てもらって。それは僕と勝負してください。今ここで。今度の相手は先輩の中にいたって言ってましたよね。だったら先輩と手合わせすれば僕がどれくらいやれるか分かるかもと思って。母さんの仇を取るために隠れてずっと特訓してました。一人で槍を振ってる時だけは辛いことを忘れられたから。でも今は違います。僕は生きるためにこの力を使いたい。あとは僕がやるって言っちゃったし、僕が勝手にした約束ですけど、とにかく先輩に今の僕を見てほしいんです。もちろん怪我したら元も子もないので、僕はこれを使いますね。先輩はこれを。ありがとうございます。じゃあ本気でお願いします。じゃないと意味がないですから。星がよく見えるな。やっぱり先輩はすごいや。乾杯です。自分の実力がよくわかりました。はい、精一杯やりました。こんなに差があるなんてやっぱり悔しいですけど、これから先輩がどんな答えを出すかわかりません。でももしまだ時間があるならできるだけ鍛えてみたいと思います。だからまた挑戦させてもらえますか。ありがとうございます。次こそもっと近づいてみせます。僕はここが好きです。この寮に来てからたくさん思い出ができました。楽しいことも辛いことも。生きるってそれを全部持って前に進むことのような気がする。僕には帰る場所がないなんて思ってたけど、それは誰かに用意してもらうものじゃない。僕が前に進むための場所が僕の帰る場所になるんですね。ここへ帰ってこられるように戦うことは新垣さんの言葉に応えることだって信じてます。寮の人たちみんないろんな理由でここにいるんですよね。だったら僕も頑張らなきゃ。先輩や皆さんが僕にそう気づかせてくれたから。夜の屋上は好きなんですけど、12月はやっぱり冷えますね。中でもう少しお話いいですか。今日の反省点とか忘れないうちにまとめたいし。あ、そうだ、ついでにハンバーグに合ってってください。冬になったせいか毛がふわふわになって可愛くて。
チャンプの登場か。さあ盛り上がってまいりました。やっちまえ天田。それを見届けに来たんだ。手合わせすると聞いてな。そうそう、弟子の晴れ姿を見に来たってわけよ。先輩に勝ちたいって言ったら皆さん協力してくれて。練習メニューは俺が組み、動きのアドバイスもさせてもらった。足腰も鍛え直そうと思ってコロマルとみっちり走り込みました。んで、実戦稽古のお前役は俺っち担当よ。順平から一本取れないようじゃ話にならんからな。ちょ、あざだらけになって相手した俺の立場は。てか天田君容赦ないから。それじゃあお願いします。はっ、おお。いいぞ天田、負けてねえ。いけるぞ、あと半歩踏み込め。やっ、やべ、やられた。来るぞ、立て。ねえ、いるの。おっしゃー、一本。勝者青コーナー天田。あはは、偶然だしちょっとズルだったかも。いや、一瞬の隙を見逃せなかったお前の力だ。胸を張っていい。風花と焼き芋買ってきたから食べようって探しに来たんだけど、あんたたち何やってんの。男と男の勝負ってやつだよな、天田。そういうの古いですけど、まあそうですね。素晴らしかったぞ、どちらもな。よくわかんないけど楽しそうだね。寒いし早く戻んなよ。つーか焼き芋、行く行く。天田くんに買ってきたの。純平は焦げたとこと皮なら。いや俺は犬かっつの。先輩ありがとうございました。いい経験になりました。いえ、たまたまです。結局押されっぱなしでしたから。でも前よりはやれたかな。実戦でちゃんと活かせるといいですけど。一応一勝一敗だから次で決着をなんて生意気ですね。でもまた挑戦させてください。約束ですよ。だからその時までこれを預かっててもらえませんか。それ母さんと住んでた家の鍵です。それを見ると母さんとのことを思い出します。前の家には母さんとの思い出がたくさん詰まってたから。最後の戦い簡単じゃないって分かってます。でも僕は必ずここに帰ってきたい。その鍵が先輩と僕をつないでくれる気がして。それで僕もいつか誰かが帰りたいって思うところになれたら。母さんや先輩と皆さんが僕にそうしてくれたみたいに。あ、ごめんなさい、下で焼き芋いただきましょうか。次の勝負は来年？もっと先？あ、そうだ、僕がもっと大きくなって先輩に背が追いついたくらいがいいかな。体格が互角なら少しは。でも先輩はもっと強くなってるだろうし。
その時は皆さんどんな風になってるんでしょうね。今から楽しみですね。遅くて、今日は真田さんの忘れ物を届けに来たんです。ああ見えて真田さんって抜けてるところがありますよね。忘れ物で思い出したんですけど、新垣さんっていたじゃないですか。少しの間だけ寮に。全然喋ったことなかったんですけど、この人のことを考えるといつも苦しいような悲しいような、でもすごく大事なことのような。よくわからない気持ちになって、僕は何かをしなくちゃいけないって思ったりするんです。何かはわからない。どうしてだろう。あ、すみません、先輩には言いやすくて。